メジャーリーガー前田健太に、ジャイアンツの守備の要坂本勇人、そして WBC で活躍中の史上最年少三冠王村上宗隆、これら世界トップクラスの選手たちがその手となるグラブの製造を託しているのが、兵庫県宍粟市にあるこちらの工場です。長年イチロー選手のグラブを手掛けた岸本マイスターも在籍、メジャーリーガーや日本のプロ野球選手たちのオーダーメイドのグラブやミットを製造しています。守備を支えるグラブ作りは素材、すなわち革選びから始まります。グラブの革はキップとステアという2種類の革に分かれます。キップの特徴としましては子牛の革になります。キメが細やかで張りがあって硬めのグラブを作りたい人に適している。同じ革でも背中とお腹、頭とお尻など場所によって硬さや厚みが違うため、ボールをつかむ面には厚みのある部位からなど、それぞれ適した部分からパーツを切り出します。グラブは25から30のパーツを組み合わせて作られています。それぞれのパーツはミシンなどを使い手作業で縫製されます。革なんで伸びたり縮んだりとかそういうのがあるので、一つ一つ手で触りながら調整しているような感じです、はい、早川さんは元高校球児、兵庫県大会ではベスト4まで進みました。高校を卒業後にミズノに入社、12年目の去年秋からプロ選手のグラブを任されるようになりました。今行っているのは各パーツを組み上げる紐通し、出来上がりを左右する大事な工程です。やっぱグラブ開閉するときに折れてほしいところで折れるような、で指はどの向きに持っていくかとかもこの紐通しの仕方によってだいぶ変わってくるので、非常に重要な工程です。こちらは片付けという工程、革を柔らかくしたり補給する部分にボールの型をつけるなどして仕上げていきます。ゴロの処理が多い内野手とフライを追いかける外野手ではボールの勢いなどが違うため、ポジションやプレースタイルによって仕上げ方も変わってくるといいます。こちらはソフトバンクの上林選手のグラブになります。普通のグラブだったら、まあ、正面だったらこんな感じなんですけど、上林選手はここが小指の部分が一段こう下がったような片付けで、なおかつボールを取るときにここに当たってもこっちが壁になって閉じたらこうポケットに入っていくみたいな使い方をされてるので、それを意識してパタパタ閉じるような、パタパタ音が鳴るようなぐらいまで仕上げをするっていうのが上林選手の仕上げになります。このように早川さんたちの仕事は選手の要望に対応することですが、その表現によって内容を汲み取るのに苦労することもあるといいます。早川さんが担当するスワローズ村上選手からの要望では、村上選手の場合だったら、去年の何個か収めた時にグラブにもうちょっと強さが欲しいとか、もうちょっと安心感が欲しいとかっていう風な表現をされて、強さって言ってもどういう強さなのかっていうところでこうちょっといろいろと考えたりはしました。強さと安心感といった抽象的な要望に対し、早川さんが仕上げたグラブを見せてもらいました。強さを求められているっていうのもあるんで、本当に革の厚みをちょっと気持ちいいプロの選手のよりちょっとだけ厚くして、はい、安心感というのはやっぱりこう一回もう本当ボールが入って
閉じてしまえば抜けにくいというような、あ、このグラブ取れそうだなっていうような安心感。革の厚みを調整し、ボールが逃げないような型をつける仕上げを施したグラブに村上選手は満足し、今シーズンも使用する予定です。今では複数のプロ選手を担当する早川さんですが、自身ではまだまだ修行中だと話します。それぞれ本当に要望の内容も違うので、やっぱ一人一人要望にしっかりと応えられるようなグラブを作れるように、しっかりと技術とか知識とかをつけていきたいなというふうに思ってます。ご視聴ありがとうございましたけど。